こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、私ね、毎日何かしかでいろんなビジネスとか投資からお金が毎日入ってはくるんですよ。だから数万っていう単位とかね、時には数十万っていう単位で、これが日当で入ってくるんですよね。そういうふうな活動をずっとしてきたんで、積み重ねてきてよかったなと思います。まあ、その中でモッピーをして、で未だにね、アンケートサイト行って1ポイントとか2ポイントをやってるんですよ。これはなんでかってことをね、まあお話していこうかと思います。その他にもポイントサイトモッピー、いやポイントサイト全般について、多分ね、あれは ASP っていうアフィリエイトの仕組みを使ってるんで、皆さんのヒントにはなると思うんですよ。でまずはね、このパソコンでお金を稼ぐっていうふうなことは誰しも聞いたことあると思うんですよね。パソコンでお金を稼ぐって、でパソコンでお金を稼ぐ経験、誰にも会わずに、誰にもセールスせずに、自分で商品を作らずに、集客もせずにですよ。よく私ビジネスの3要素っていう話をします。商品を作ること、集客をすること、セールスをすること、この3つがなければ売上って基本的にできないんですよ。だからビジネスをやるならこの3つをまず構築する必要がありますね。商品作ることできますか？集客できますか？集客ってのは発信ですよ。人が来るまで発信するんですよ。できますか？3つ目、勇気を持ってセールス、お金をくださいっていうことができますかってことなんですよ。一番最初にビジネスを始めようとした人でもそれは分かってるんだけども、なかなかねっていうことになると思うんですよ。じゃあですね、パソコンでお金を稼ぐってことできないじゃないかと思ったら、そうではないんですよ。パソコンでお金を稼ぐポイントサイトや自己アフィリエイトってのがあるじゃないですか。でその中でね、カードができない、あれができない、これはちょっとみたいなことを言ってても、そうなると案件は減ってくるんですよ。でも当然ですよね。だってお金を稼ぐ上での素人ですから、ね、素人じゃないですか。お金稼げてないんだから。じゃあ一番最初に誰でもできること、素人でもできることをやるしかないですよね。1ポイントしかもらえないかもしれない、10円しかもらえないかもしれないけども、それをやることによって素人からビジネスの道に踏み入れるんですよ。この差は大きいですよ。この差は大きい。私がアフィリエイトを学んだのが2013年ですけども、その頃ね、1億円を稼いだ人が一番最初に言った言葉、ブログを作って17円儲かりました、やったーって言うね。でその方法を教えた人も、おやったやんこれって、これむちゃくちゃすごいことになるよっていうふうに言ったんですよ。でもほとんどの方は、17円、なんだよ俺やってやんないよ、ブログあれだけ一生懸命書いて17円か、はい、なんですよね。ここに大きな差があるんですよ。ネオヒルズ族と言われた方もね、最初はこれだったんですよ。すごい4円儲かってるぞみたいなところから六本木ヒルズですよ。だからここにね、可能性を見出せるかどうかなんですよね。まあ、なんせパソコン1台で100円とかね、1000円稼いだことがない人が1円を拾いに行かなくてどうすんのと。できることは少ないんですよ。でもその少ないことすらできなかったら、やらなかったらどうするんですかって話ですよ。いきなり10万20万欲しいんですかってことですよね。だからここが完全にボタンの書き間違いなんですよ。今手札にあるものを使うしかないんですよ。持ってるものを使うしかね。そうじゃないですか。花屋龍馬さんは手品ってものを動画で出すこともできますけども、手品ができない人はどうしますかね。手品ができない人はもしかしたらババ抜きのルールを説明する動画、これ行くしかないじゃないですかね。神経衰弱を説明する動画、これ行くしかないんですよ。十分立派なコンテンツですよ。そういえば七並べっていう動画を作ってみようかなと思ったことないでしょ、ね、これがだから1円を稼げに行けるかどうかなんですよ。確実にこれアクセス取れますよ。 1アクセスかもしれないし、もしかしたら長い目に見てね、10年かけて1万アクセスかもしれないですよ。でも七並べを説明する動画ってどうですかね。ニーズないですかね、他にもトランプのいろんなね、ゲームがあると思いますけども、それを説明する動画を延々と撮っていくってこと、これどうですかね。なんでこういう発想するかっていうと、私はポイントサイトで1ポイントだろうが2ポイントだろうが、できるやつは全部やるからなんですよ。でこういうのが一つですね。もう一つね、 ASP の側になってみたら、ポイントサイトモッピーを運営する側から考えてみたらどうでしょうか。どん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  ASP の方もね、ポイントサイトモッピーもアンケートで1ポイント2ポイントみたいなのをどっかで営業して取ってくるわけですよ。一生懸命担当者がね、それをこなしてくれるユーザーさん、アカウントを持ってる人ね、例えば今だったら私ですよ、にどんな期待をかけると思います？あ、この人アンケートよく答えてくれるなと、
もっともっとこの人には持っていこうかなって思うじゃないですか。だから相手の立場になったらそうなんですよね。もっともっと持ってきてくれると思うんですよ。モッピーの仕組みは分かりませんけども、私はアフィリエイトを突き詰める中でこれだと思ったのは、やればやるほどその案件に類するものをどんどん新しいものとか、時にはシークレット案件とかね、特別単価案件とかを流してくれるんじゃないかなと思ってます。モッピーに関しては分かりませんよ。でも私が今まで ASP を全てやってきてね、全てって言ってもね、100社に満たないんですけども、ほとんど全てがそれをやってくれます。時には電話をかけてくれて、こんな案件があるんだけど久保さんやりませんかと、一般には紹介してませんと、久保さんだけにこれやってほしいんですと、募集の人数は5人なんですよみたいな感じで、すごいね少ない、定員の案件を優先的に回してくれますよね。と報酬高いですよ、それは2万とか3万とか5万とかっていうシークレット案件ばっかりですから。で、久保さんならこれできると思いますよっていうふうに期待かけてくれるんですよね。要するにどっかに企業に案件取りに行くときに、久保さんにやってもらおうと思ってそれを取りに行ってるんですよ、ね、例えば私が FX の口座開設とか取引ばっかりするとしたら、 FX の口座開設と取引の巨大案件を持ってきてくれるんですよ、シークレットでね。だから何もやらない人には何も新しい案件が入ってこないんで、共通案件ばっかりですよね。こういうところもちょっと私は見据えてるんですよ。モッピーがどのぐらい私のねこの作戦に乗ってくれるのかどうかってことですよ、ね、ということもありますね。だから ASP の担当者の気持ちになってみると、相手の立場になってみるとってことがビジネスですからね、これも入ってくるということになります。ちょっとここまで話したらもったいなかったかな、まあこれね、アフィリエイトで月収200万300万トップアフィリエイターになった私の視点です、だからそういうことをトップに入ってみたら分かったんですよ。こういう仕組みで稼げる人はずっと稼げるんだみたいなねことなんですよね。最初は分かんなかったですよ。最初はその10万20万しか実績がない時は分かんなかったですし、100万をクリアした時でもまだ分かんなかったです。でもなぜかね、自分にだけしか表示されない案件っていうのが確かにあるなっていうふうになんとなく感じてたのは、たくさんの方からね、いろんなお問い合わせをいただいたりとか、私がこんな案件ありますよって紹介して出てきませんよっていうふうに塾生さんから言われた時なんですよ。なるほど、自分だけにこれは提案されてるやつだなと思ったんですよね、まあ当然です。モッピーだってそれをまとめてる担当の方がいるわけですよ。社員の方がアカウントをいくつかね、100とか200とかをまとめて召喚してるわけですよ。で、不正がないかどうかとか、活動してる人はないかどうかとか、幽霊分野いないかどうかとかね、でアカウントはそろそろこれ解除した方がいいんじゃないかとか、ね、いろいろ考えてるわけですね。それは当然ですよ。モッピーって会社も一つの会社であって、社員の方がより有効なアカウントを育てようと思ってるわけですからね、だから要するにモッピーっていう会社の担当してくれてる人、私のアカウントを担当してくれてる人が取引先であり、まあ上司みたいな関係なんですよ。だから信頼をいただくために、どんな案件でもやっていくと、どんな細かい仕事、お着身でもコピーでもやるってことなんですよ。でそれが私がアンケートサイトを必ずやるっていうことの意味なんですよね。で、どん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 私やってますよ、アンケートサイト1ポイント、2ポイント、3ポイントこんな感じですよねいやでもやることがないんだったらそれやるしかないんじゃないかと思うんですけどね、だからできない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 、いい案件ありませんでした、モッピーは使えません、こういう人はモッピーが言いますよ、あなたは使えませんってあなたは使えませんなんですよ。だからいつも自分がね、他者を評価してるようなつもりでこんな偉そうな態度でやってると、どこにも道が開けないんですよ。違うんですよ、いつも評価されてるのは自分なんですよ。できない自分ができないところを評価されて、そしてできるところを期待してくれてるんですよね、となるとね、ポイントサイトをやっていても、私はそこに人間を見てるんですよ。ポイントサイトを運営してる人、ポイントサイトの企業案件を取ってきてくれてる人で、そのポイントサイトモッピーの先には広告主がいるじゃないですか。広告主がどうしてね、アフィリエイト収益をどのぐらい、自己アフィリエイトこのぐらい、ポイントサイトモッピーにはこのぐらいっていうふうに計算して出してくれてるわけなんですよ。その結果売上が上がって利益が取れるから、よしこの案件をもっともっといこうみたいななるわけですよね。でもポイントサイトでポイントだけ持っていって、全然その後ね広がっていかないようなアカウントに対しては、そういうポイントサイトに対してはもう案件紹介するのやめようかなと思うんで、だから不正をやるのも良くないし、それからね、もうポイントサイトで高額案件ばっかり狙ってね、適当なことやったりとか嘘とかインチキとかやると、ポイントサイトモッピーが今度は広告主から企業案件取りにくくなるわけですよね。でこういうふうに自分にいる相手、相手にいるの向こうにいる人、こういうふうな社会を見ていくと、まあやらざるを得ないなっていうかね、もう全然向かっていく方向違うんですよ、であとはね、もっともっと単純なこと言っても、そのポイントサイトモッピーでいろんな作業するじゃないですか。パソコンの作業スピード速くなると思いませんか。ネットビジネスで稼ぐってことは、パソコンを上手にならないといけないんですよ。初心者でもできますかっていう人がいますけども、
初心者じゃ稼げないです、ね、初心者だっていうふうに自分をね初心者扱いしてるうちは稼げないです。だって逆の立場で初心者から商品買いたいですかってことなんですよ。プロから買いたいでしょやっぱり。だからプロ意識っていうかね、本当にプロになっていかないといけないんですよ。だから自分は初心者ですっていうふうな建前で自己防御をしてね、もう言い訳の付箋を引くんではなくて、そうではなくて自分は今日からプロなんだと、パソコンを持ってそこで稼ぐって決めた瞬間から1円も稼いでなくてもプロなんだと、だから1円でも稼げてないから1円でも稼ぎに行こうと思わないとしょうがないですよね、まあ、そういうことですよね。 PC 作業が早くなるとか得意になっていく、親しみが出てくるとかね、1日のうちでパソコンだけをやる瞬間があるみたいな、ね、そんなのを作っていかないとパソコン上手になるってことはないですね。タイピングが早くなるとかね、ないですないです。もうそういうことしないと、ポイントサイト一生懸命やる中でタイピング多少早くなるじゃないですか。でポイントサイトの一個一個も早く処理できるようになりますよね。さささっと処理できますよ。そうなんないと稼げないんですよ。でお客さんができた時にね、私言ったら熟成ですけども、返信に手間がかかったら返信やりきれないじゃないですか。だから一瞬で返信できるようにならないと、バババッと返信できるようにならないと人のサポートもできないですよね。でポイントサイトモッピーをやりながらやってるところをね話すとかね、やってるところをこうアウトプットする、この作業画面とかそういうのをアウトプットすることをすると必ず問い合わせが来ます。っていうか問い合わせが来るまでやらないとビジネスにならないです。でサポートをしてあげるじゃないですか、懇切丁寧に。そのやり取りが全て自分を鍛えてくれてるんですよ。そして自分を鍛えてるのと同時に、この人はポイントサイトを詳しいな、答えてくれるな、丁寧だなっていうような信頼も稼げるんですよ。その信頼の向こうに自分の商品を作った時に売れるっていうふうなことができるんですよね。ということでね、結局はポイントサイトを一生懸命やり込むと商品もできるし、ポイントサイトの使い方っていうね、お問い合わせっていう、そういった商品もできるし、集客作業をどんどん人にアウトプットしてるわけですから注目されますよね、信頼されますよね。だって他の人やんないんだもん、こういうこと。だから自分にアクセスが集まってくる、ポイントサイトのことを教えてくださいってくるわけですよ。で3つ目はセールスも可能になります。ポイントサイトでどうしても一般公開できないようなね、好案件があるんですと。これ本当なんですよ。一般公開しないでください、 SNS で拡散しないでくださいっていう風な案件はあるんですよ。で今でもありますよ、これ一般会員さんでもありますよ。でモッピーに入ると必ず利用規約を読んでくれっていうのは、これは拡散しないでくださいっていうのがちゃんと注意書きに書いてます。それに関しては限定公開なんで、それは私のモッピー塾に入ってくださいよ、でセールス完了じゃないですか。ということでモッピーをやればね、これビジネスできるわけですよ。その第一歩、モッピーを自分で試してみる。アンケートの1ポイントすらやらない人に誰がね、教えを請うんですかとかね、誰が信頼するんですかとかね、どうやって稼ぐつもりなんですかと思っちゃうんですよね。だからね、ポイントサイトに全てがあります、これに。でそういうことを私は自己アフィリエイトを一番最初にやった時に、なるほどねと、今お話したぐらい明確には思わなかったんですけども、これはむちゃくちゃ進む道が広がってるなと思うから、そこからスタートして3年後には1億円確実に稼げるなと思って、そうなったわけなんですよ、ね、だってポイントサイトで稼げるわけないじゃんっていうスタートなのか、ポイントサイト俺1億円いくんじゃないか、100万いくんじゃないかと思った、どっちですかってことなんですよ。どう自分は感じれたんですか。もう本当感受性ですよね。ポイントサイトに対して無限の可能性を感じる、100万1億の可能性を感じる感受性を持ってるのか、それともなんだこれダメだと、俺には向かないやって感じで自分に向いたものだけやろうっていうこの高慢さ、どっちで進んでいくかってことなんですよ、ね、私は真摯にこれはきちんとお付き合いしていけば、もしかしたら自分に目をかけてくれるようなねサイトになるかもしれないなと、一生の付き合いになるかもしれないなということで A8 ネットに関しては昨日もやってるわけですよ。昨日もね、昨日の A8 ネットを私1万円ぐらいもう昨日1日で作りましたよ。何をやったかというと、何やったかな、SBI 証券の口座開設プログラム、これ開設するだけってやつね。それから SBI ネオンモバイル証券、これも開設するだけで、合計で1万円8000円と2000円です。プラスカードを登録するとプラス4000円もらえるそうなんで、このネオンモバイルに関してはね、だから見込みで1万4000円ですね。これは確定するんですよ、ね、こういうんだろうがやり込んでいけば見えてくるんですよね。やり込まずに見えないです。であとは好案件ね、いいやつの案件をどうしても見たかったら私のチャンネル登録しておけばいいですっていうことなんですよ。だからチャンネル登録お願いしなくても、あ、久保さんは自分で探してどんな案件でもどんどん教えてくれるから、これ登録しないと損じゃんっていうふうにもう思わせておけばいいんですよね。チャンネル登録お願いしますとかってね、
そんな時代じゃないですよね。私はお願いしたことないですね。だって必要だったら登録してくれるし、お願いしても不要だったら登録しないですよ、それはね。まあ、仲良しにはね、ちょっとチャンネル登録してよぐらい言いますけどね。まあ、そんな感じでございます。今回はモッピーのことをね、話してみましたけども、ちょっともったいなかったかな、ここまで話すの。まあ、まだネタはあるんでね、また折を見てお話しさせてもらいます。では、いってらっしゃい。